歓迎海上自衛隊おお何それはい、ありがとうございます。濃厚、懐かしのアイスクリームって感じするね。うん、細平べったい製菓店。なるほど、青いあと金時とか売ってる。あ、思った思った。はい、はい、ここはですね、今多摩野の、はい、奥多摩っていうところに、はい、来ております。はい、でこれは多摩野の自然で、これね、なんか昭和28年から47年の19年か、まあ、約20年ぐらい、宇野駅からね、奥多摩までこう造船で働く人とか学生を乗せて走ってたらしいです、これ。すごいね。ね。ね、でもあんまり乗る人が思ったよりいなかったとか ね、まあ、廃業したりとかあって、一瞬高松のね、琴平電気鉄道、うん、で使われてたらしいです。で、ここに戻ってきてというか、ここにね、置かれてるって感じだね。で、今日は、まあ、それを乗せてこう走ってた当時の、多摩野市の、あの市内のね、メインの市内にこれから行くんだけど、まあ、ちょっとその前にさ、こういうの見て、こうちょっとこう感じて、ね、それを昔を感じていこう。これに乗って昔はね、行けてたってことだった。ではこれから私たちは多摩野市の中心の商店街に行こうと思います。はい、こっちか。あ、なるほどね。あ、いいね、いいね。あった歓迎海上自衛隊昔ながらの、やばいね、歓迎って言われちゃうし、会場に入っちゃうけど歓迎でも、海上自衛隊の人、なんかさ、すごいね。なんかちょっとこの感じが昔さ、すごい流行ってた感じがさ、寂しいね。うん、そうだね、うん、昔すごい賑わってたんだろうなっていう感じが。でもなんかこれが残ってるっていうのもすげえな。うん、民宿がある。あ、そうなんだ。これが春山1号店多摩野なんだね。そうなんだ、意外とね、うん、あの中心部じゃなくて、こういうタバコ店とかがさ、名前として残ってるのとかレアじゃない？いいね、なんかタバコ屋ってなかなかのいいやん。このカウンターね。このカウンターめっちゃレトロじゃない？こうやって買うんだ。あれはやっぱりあれから船から物が来るのに、あの、行きやすいんやね。うん、これ何、リビングショルク、喫茶店っぽいね、絵がね。なんか自転車とかこういうところで走らせたい。え、かわいい。あの、なんかちょっと海を感じさせられる時計。かわいいな。はい、もう中華そばとかやっとったら食べてみたいところやな。うん、もうね、千鳥千鳥食堂。千鳥。え？おお。ほんまじゃん。すごい。もうやってみて感じ。入ってみるか。すごいよ。お。よし、ここ？クローズ。止まってる。フリーズする。ここ？うん。なんかレトロだね、上の2階の感じとか。ここは空いてるんだ、普段も。月日レトロじゃな。木金土だけ空いてるらしい。お好み焼きっていうのあるよ。お
手作り料理だって。アイス食べたい。入れるんじゃない？入れる。入れる。入れる？入る？ご飯があったらそのお好みの上に麺が乗る。うどんかそばか乗ってみる。ご飯焼きったら、まあ、広島風になるな。そこに行けた。美味しかった。行けるけど。どの辺？ちょっと向こうの斜め。先生嫌がってる人がいます。歩くの嫌がってます。食べたらもう満足っていう。もう食べてもうお腹いっぱいだよ。でもさっきのさ、ちゃんぽん焼き安かったね。500。めっちゃ安いしかめっちゃ美味しかったよ。ね、ボリュームすごかったね。そうそう。ね。アイスも美味しかったね。めっちゃ濃厚だったね。昔ながらの味の濃厚なアイスって感じで、うん、なんかこの辺に面白い店ないんかな、うん、なんかこの辺に面白い店ないんかな。4人中国っぽいな。スナックじゃない。スナックじゃなくて絶対青果店。韓国っぽい。こういう青果店で。なるほど。青い。そういう系。ごめんなさい。はいはい。外言います。この感じいいよね。でさっき買った赤玉ねぎこれの袋のやつ ね玉ねぎいいね。玉ねぎいいよ。マリネとかね。わかる。赤玉ねぎ美味しいよ、ね、サラダに入れてもいいし ね。で私もなんか買うよ。待って、ナルトキーの時とか思った。ベニハルコーヒーなんだね。すごい。もう全然思
200円ぐらいするよ。これ美味しそう。あ、極みって書いてあるやつ美味しそう。これで158円安いな。バナナ買おうかな。バナナ美味しそう。甘いんだ。ちょっとまだ若い、若いやつがええな。若いの。すごい、すごいいいとこだった。ここいいね。なんか近くだったら全然さ、野菜とかさ買いに行きたいよね。毎日でも来るかもしれない。ほんまにめっちゃ安いし、しかも、うん、安い。今何買ったんですか？バナナとオレンジとグレープフルーツジュース、うん、お果物、果物入れてるみたいな。そしたらおばあちゃんがみかんをたくさんくれました。はい、はい、よかったということで、まあ、これにてね、まあ、皆さんこの辺来られたら、はい、こっちもね寄っていって平尾、ぜひね、うん、寄っていただけたらと思います。はい、あ、ここいいね、ここ。え、これがいいんだって。入っとるけどね。合格受験。そう、合格。だいぶ合格受験。めっちゃ乱れてるんだけど、あのおばさん。マスカラ。はい。美味しく、美味しい。これでも徳島県産の。いいね、これ日本産、日本徳島、徳島らしい。徳島はな、まあ、昔からなん、ね、とかでもすだちじゃみたいな CM ない？ビールに辛ペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。